私は一応個人事業主として配信業やってて、そっちではファームっていう事務所にお世話になってるんだけど、業務提携だから自分で自由に仕事取ってきていいって話になってるのね。そうそう、正解。そんな話じゃなかったでしょ。契約の話は大丈夫なの？あ、ややこしいかな。ごめんね。すみません。その話題は NG でお願いします。今はメムチョでやっているので。あ、そうだったんだ。ごめんね、なんか急に語っちゃって。ただメモ帳でお願いしますってだけだから。プロデューサー、お菓子いらない？さっきコンビニのくじで当たったんだよね。ちょうど2個入りだし、ラッキーのお裾分け。もちろん。そうだったらいいな。そうなの？じゃあタイミングバッチリだね。じゃあ、あんまり売れないからくじの景品にしてるのかも。こっちはお気に入りの猫ちゃんの動画で、あとお昼寝中のワンちゃんのやつも可愛くって、赤ちゃんのとかもいいよね。一回見たらおすすめに無限に出てくるし。もちろん教えて教えて。癒される動画はいくらあったっていいからね。だよねだよね。あ、そうだ、こっちのも見てほしくって。っていうかごめん、ずっと見せ続けちゃったね。お忙しいところ失礼しました。皆さん、こんめむ。今日はウィング挑戦中にお世話になっている翼プロダクションを紹介しちゃいます、みたいな感じで考えてるんだけど、任せて。たっぷりストックあるし、翼さんはあったけえ事務所だからね。ありがとう。一応取っちゃダメな部屋とかないか確認させてもらっていい？え？あー、お気持ちだけ。アイドルの動画にむやみに男性が出てくるのは避けた方がいいと思うから。え？全然角でいいよ。なんでつけてると思う？
おお、プロデューサー、角のこと可愛いって思ってくれてたんだ。初耳。まあそうだね。あとはこういう特徴があった方が覚えてもらいやすいっていうのもあるかな。角の子って記憶に残ればこっちのものでしょ。全くそう思ってなさそうな剣について、プロデューサー、つかぬことをお尋ねするんですけれども、おとといの夕飯覚えてる？ほら、脳トレ的な。急に聞かれたら思い出せないよね。ね。はあ、安心した。うわあ、即答！裏切り者！待って、そっちの方向は予想外なんですけど。ちゃんと食べなきゃダメだよ。忙しくしてるんだから、特に。おはよう、プロデューサー。そうだね。それ助かるの私だけじゃん。プロデューサーは眠いままだよ。ストップ。その話題は禁句だよ、同世代さん。なものじゃないって。たまたまちょっと人よりバイトとかよくしてたかなってだけだし。あ、本当そんなんじゃないんだけど。でもだったらいいな。いろいろ、力仕事から接客業まで、割のいいやつを選んでたかな。あーまあそんなところ、お金持ってて困ることはないからね。勝った方が差し入れの残りのマドレーヌをもらう。どっちが勝っても恨みっこなしだよ。最初はグー、じゃんけん。わあ、アイコだ。もう半分こにでもしちゃう。やった、優勝商品遠慮なくいただいちゃいます。プロデューサー、真剣勝負に情けは無用だよ。プロデューサー聞いて、さっき翼の子におやつ譲ってもらっちゃった。違うの。
年下の子に年下として親切にしてもらうの、すっごく申し訳ないって話、罪悪感がすごいよ。おお、確かにそれなら合法的にお返しができる。ありがとうプロデューサー、それで行く。それができたら苦労してないんだって。善意しかないから気が引けるし。それともプロデューサー、一緒に上手に遠慮する言葉考えてくれる？ねえ、私は本気で相談してるんですけど。おはようございます。うん、人気のカスタムなんだって。カフェモカにキャラメルソース追加でアーモンドミルクに変更の。プロデューサーは注文苦手？こういうのは慣れだよ。今度一緒に行ってみる？おいしい。でも朝から飲むものじゃなかったかも。結構甘いんだ。あー、そうやって自分には縁遠いものってしてるの良くないと思うよ。うん、いるよ。なんで？わ、プロデューサーってそんなことまで分かっちゃうの？すごいね。本当に？そんな風に見えてるなら嬉しいよ。上手だね。プロデューサーだったら想像できるんじゃない？プロデューサーだって四六時中アイドルのこと考えてると思うから、それがお仕事だったら、辛い時があってもやりがいがあったら普通に続けられるでしょ？あれ？そうじゃなくて、プロデューサーも同じでしょって言いたかったんだけどな。ああ、ケンさん、いけないんだ。尊敬してるとこ否定されるの割と悲しいんだけどな。と言わないで。はい、できた。まあガタつくところだったんですけど。当然ちゃんと考えて作ったんですから。うん、よれそうになったのこらえたら、確かに今回はいつもよりダイナミックになったけど。作りが簡単だねと言いたいの？